はい、酒好きな俺の飲酒動画。始めていきますが、ちょっと今日ですね、少々、部屋の、今まで結構ね、ずっと掃除してなくてですね、部屋を、少し久々に掃除したんですが、ちょっと棚を買いましてですね、そこの、棚を買いまして、棚にですね、こんな感じで、ここにゲームソフト、棚にね、ありったけの、酒をですね、こう詰め込むように、ちょっと、棚を買ったわけなんですけど、これがなかなか、いい感じにですね、入ってくれましてですね。全部で、何本あるかまだ数えてはないんですが、とりあえずまだ飲んでないやつは腐るほどあるので、中途半端に飲んだやつも腐るほどあるんで、だいぶ片付いたんですけど、これに加えてですね、さらにカップ酒がね、大量にまだ、カップ酒でしょ？に、カップ日本酒が大量にあり、で、さらに、カップ、芋焼酎も大量にあり。ね。ですね。その2種類がまだ大量にあるという。そのね、俺のチャンネルのトップページみたいなのもちょっと変えといたんですけど、この棚のね、写メを撮って、トップページに表示させておきました。よかったらご覧ください。ということで今回は、爽やかな酔い心地、ロイヤルサワーのギュッと絞った美味しい青リンゴ。ね、だいぶね、久々で。それを、こちら俺の大好きな、ね、宝の、極上で、割るという感じでいきたいと思います。ロイヤルサワーといえば、ハイサワーのパクリ商品なんですが、大して変わらんでしょ。多分。でも、青リンゴっていうのは俺結構好きなんで、シロップ系列では青リンゴが一番好きですね。シロップ系列というか、なんつうかな。かき氷だと青リンゴ一番大好きですね。俺は。かき氷はもう青リンゴしか。青リンゴかイチゴかな？青リンゴかイチゴが一番大好きですね。そしてこいつを、注ぎ、ちょっとこれ、冷やしてなかったんで、ね、そこにあった、すっかり、買ってすっかり忘れてたこのロイヤルサワーをね、やっべえと思って、賞味期限大丈夫かと思って見たら、まだ全然余裕でした。まだあと、4ヶ月ぐらいある。3ヶ月ぐらいか。そんじゃ乾杯。10%リンゴ果汁入り。果汁入りということで。ね。まいか、これ。なんか微妙。結局このロイヤルサワーっていうのは、いわゆる炭酸飲料ですよね。
いわゆるね。多分炭酸飲料っていうだけでしょ。ただの炭酸飲料。で、しかもこの1リットル用の、まあ1リットル入ってるやつなんですけど、こちらですね。まあ、ハイサワーよかは安いんですが、ロイヤルサワーでググります。これが1本なんと260円もするという。1リットルあたり260円。んーと。どうなっているんだ。普通に考えて、まあ、まあ普通のジュース、炭酸飲料のジュースがまあ、スーパーで買えばね、500ml、ね、100円で買えるじゃないですか。明らかに高いと。ね。で、うん。でね、しかもなんか、青りんごの味が薄い。うん。うん。これ売れるの？売れてんのかな？いや、まあ。ロイヤルサワー、木村飲料っていうところらしいんですけど。売れてんのかな？ねえ。結局炭酸の、プラス、炭酸水プラス、まあ、シロップ。梅じゃねえや。青リンゴシロップでしょ。代用できますからね。果たしてこれ売れてんのか。うん。よくわからないですね。ようこんなもんが売れるなと。逆に。逆にびっくりです。うん。ロイヤルの名前の通り、ちょっと贅沢な本格派サワーです。本当かよ。ウォッカ、ジン、テキーラ、チューハイのお供になって。いや。俺、これだったら、あれだわ。三ツ矢サイダー割りの方がうまいと思う。絶対。普通にさ、っていうか三ツ矢サイダー割りって結構美味しいですよね。焼酎のね。焼酎の三ツ矢サイダー割りって結構美味しいと思う。地味に。うん。しかもこれですね。ロイヤルサワーの元というのが、また別に売ってるみたいでですね。まあ、いわゆる濃縮、パターン。うん。ロイヤルサワーの元。まあ、つまりこの元を、元イコールもほぼシロップじゃねえかよ。ちょっと待って。これおかしくね？リンゴ果汁を使用し、本来の甘みを大切に仕上げた甘口サワーです。爽やかな口当たりをお楽しめます。元だろ？ロイヤルサワーの元ってことは？何？ 500ml 瓶で525円でしょ？ってことは、これプラス炭酸水を用意しとけってことでしょ？それは、つまるところ、いわゆるシロップ。ね。シロップを、青リンゴシロップを炭酸水で割るのと何も、何ら変わんないんじゃないの？これおかしくないか、ちょっと。
いろいろ、いろいろなんか、絶対いろいろおかしいと思う、これ。この商品、本末転倒になってる。お前、もともと、これの存在価値自体、まあ、俺は危ういと思ってるけど、これおかしいだろうなと思うけど、まあ、100歩譲ってね、この商品が、まあ、まあ、まともな部類だと、あくまで仮定してですよ。まあ、炭酸水と、その梅シロップ、違う、青リンゴシロップをね、わざわざ合体させる必要がないっていう、このね、炭酸も入ってるし。っていう意味で、これは多分、作られてるんでしょうね。まあ、なんだけど、ものすごい値段が高いけどね。ね。ものすごい高いけど、まあ、あくまでその部類なんだろうな。うん。でもさ、元とか、それ、需要ねえだろ。大体。絶対需要ないと思う。確実に。確実に需要ないと思うね。うん。もうなんか、本当に俺なんでこれ買ったのかよくわかんないんだけどさ。なんで買ったんですかね。普通に考えて1リットルあたり260円ってクソ高いんだけど。でもこれ、昔からあるんだよな、こういうのって。なんとかサワーって。まあ、100均とかで売ってるけどさ。100均とかでもこういうの売ってるけど。なんちゃらサワーとかさ。うん。よくわかんないわ、これ。ねえ。こんなのよかさ、絶対、あの、そこらの、いわゆるスーパー行って、500ml の、ね、適当なジュースいっぱいあるから、そこら辺炭酸水、炭酸ジュースをさ、適当に選んでさ、それで買った方がいいと思う。でもこのロイヤルサワーっていうのは、まあ、いわゆる、ハイサワーのパクリ商品なんですけど、ハイサワー自体、まあ、かなり昔からある商品なんで、なんかほら、大衆酒場にはよくあるんですけど、でもなんか嫌いじゃないんですよね。うん。俺は。なんか、惹かれるんですよね。ハイサワーとかの、まあ、いわゆる、ね、こういうサワー飲料。ただし、あくまでもそれ、大衆酒場で飲む場合の話。ああいうところでね。飲む話であって。わざわざここで、家でね。うん。まあ、わざわざちょっと。うん。高い、ねえ、金出して買うようなもんでも。うん。ないとは思うんだよね。でもなんでこんな人気あるんだろうな。よくわかんないけどさ。サワー系。の飲料って。
なんでこんな人気あるんだろう。よくわかんねえな。ねえ、大して別に、うまいってわけでも、ないよなぁ。大してうまいってわけでもないんだよ。多分これ自体飲んでも大して、しかも炭酸自体そんなに強いわけでもないし。甘くないのか。これ多分全然甘くないんだ。あれ？ちょっと待てよ。よく飲んでみたら甘くないぞ。原材料名にリンゴと果糖ブドウ糖液糖と酸味料と香料、保存料、着色料、二酸化炭素しか入ってない。あれ？砂糖入ってないね。おまけに甘味料も入ってない。ということは？あ、甘くないんだね。あ、ようやく存在価値が一個見出せた。甘くないんだ。多分果糖ブドウ糖液糖っていうのが何なのか分かんないけど、多分糖類がないから、多分この果糖ブドウ糖液糖っていうのが糖類の分類なのかよくわかんないけど、まあ、少なくとも、まあ、俺が飲んでる状況から、味からちょっと察するに、酸っぱいんだけど、甘くないんだな。うん。だからちょっとこう、まあ、まあっていう。まあ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 。一個ちょっと甘くないっていう意味でちょっとドライな。ね。ユーザーに。おっさんに。おっさんにちょっと。ね。これおすすめということなの？まあ確かに甘くないわ。のはやっぱり、まあいいはいいですね。うん。甘くないのはね。確かに。それはいいですね。それは間違いない。まあ、間違いないって言っても、まあ、甘い方がいい場合もあるけどね。うん。まあでも、これは甘くないってことは、まあ、それなりに、いいんじゃないですか。まあだけど、もう二度と買わないけどね。うん。二度と買わないのは確かです。サントリー。関係ないですけど、お客様センターに、チューハイとサワーはどう違うのでしょうか？うん。俺もわからない。アンサー。レシピ上はほとんど違いがありません。チューハイの語源は、焼酎のチューから、チューとハイボールのハイを組み合わせたものと言われています。しかし、チューハイは、厳密な区分や法律上の規定があるわけではなく、焼酎やウォッカなど無色で
香りのないスピリッツをベースに果汁などを加えて炭酸で割った飲み物のことを指します。で、サワーの語源は、英語のサワー、酸味のある酸っぱい。サワーっていうのは、英語のサワーっていうのは、酸味のあるとか酸っぱいっていう意味のらしいですね。俺全然知らなかった。あ、そうなんだ。スピリッツをベースに、柑橘類など酸味のある果汁と、砂糖など甘みのある成分を加えて作るカクテルの一種に、ソーダを加えた飲み物を日本ではサワーと呼んでいます。はぁ。居酒屋などでも、チューハイと呼ぶお店とサワーと呼ぶ店があるように、チューハイとサワーも、は同じ意味で使われているらしいです。なるほどね。まあでも、個人的に言うと、チューハイイコール缶チューハイ。違う。まあ、いわゆる缶のチューハイ。まあ、そこら辺で売ってるね。100円ぐらいで売ってる。チューハイの意味で俺はよく使ってますね。てか、それ以外に使わないです。わざわざこういう飲むのをチューハイとは言わないです。うん。俺がチューハイって言うと、大体、うん。やっぱりそこら辺で売られて100円とかの缶の、ね。まあ、うん。そういったお酒のことを指すことが多いです。ね。まあ個人的には居酒屋だったら、ちょっと、こういうのチューハイって呼んでたらちょっと、んと来るね。やっぱサワーっていうのはなんか、もともと大衆酒場の、でよく使われてそうなイメージが俺はあるんでね。うん。うん。ね。あ、でもやっぱうまいな。いや、うまいんじゃなくて、これが美味しいんです、この。極上、宝極上が。宝の極上やっぱうまいな。うん。あ、やっぱうまいな。うん。でもこのサントリーはさ、俺あんまり好きじゃないは好きじゃないけど、案外、まあサポートがしっかりしてればね、ルー企業っていうのはやっぱり、好感は持ってはするんですけどね。ただあまりにも、まあ、逆にね、まあ、全然、好感がないのは真逆の、いわゆるサポートが全くなってないクソ。クソ、まあ、例えば、ニコニコ動画とか、いわゆる2ワン号ですね。あれはクソです。うん。なぜならば、まず、第一、電話番号がない。ないっていうか、いわゆるサポートに電話番号が載ってないんですよ。もういわゆるネットで何とかしろみたいな。わかんないことがあったらネットで何とかしろみたいな感じ。もう電話で聞くことができないんですよ。まずそこはクソ。二番目。いわゆる、ユーザーの、その、何々してくれっていう要望を全く聞かない。まあ、いわゆる今のところは、あれですね。銀座に変わりましたけどね。まあ、全く知らん人間は全く知らんと思いますけど。もう、いわゆる、そうですね、わかりやすく言うと、
俺今、ブラウザ Firefox 使ってるんですけど、俺結構 Firefox は好きなんで、Firefox 使ってるんですけど、いきなりインターネットエクスプローラーに変わったとか、もう強制的に変えられたとか、ね。それレベルです。俺基本的にインターネットエクスプローラーは嫌いなんで、使わないんですけど。そんな感じですね。それがニコニコ動画ではそうなっちゃったっていう、いわゆるブラウザの勝手に変更された、運営が勝手に変更したって、ね、そんでクソすぎるんです。その機能がクソすぎるんです。とにかくそのまあ銀座っていうね、まあバージョンですね、いわゆる、あ、簡単に言うと iOS の7がクソなのと同じですね。勝手にね、あれが変えられちゃったって。OS が勝手に例えば Vista とか、Windows Vista とかに勝手に変えられたみたいな。それぐらいのクソさ。でもこのサントリーはね、はい、お客様センター。はい。はい。もういきなり、お客様センターっていうところのカテゴリープチッとやったら、もういきなりですよ。電話でのお問い合わせ0120から始まる。いきなりもうフリーダイヤルですよ。これ最強レベルですね。対応は最強です、多分。おそらく。まあ若干ちょっと、まあ、しょうがないはしょうがないですけど、受付時間がまあ平日のみと。平日の9時から17時まで。ですけどまあそこはまあ目つぶって、もうまあ0120ですからね。フリーダイヤル。うん。だから全然いいです。うん。全く関係ない話をするとですね。あ、ちょっと今日長くなるな。今日っていうかこの動画長くなるの。まあね。まあ多分見てる人はもう、大体分かってて見てるんだろうから、まああまり俺は突っ込みませんけど。関係ない話するけどね。俺、こういう問い合わせで、一回ブチ切れたことがあって、一番目にブチ切れたのが、いわゆるインターネットの Wi-Fi 接続。ほら、Nintendo DS とかで Wi-Fi の通信とかできるじゃないですか。それをこう、ね。いわゆる Wi-Fi 無線を出す。その、ちっちゃいさ、USB のさ、まあ、こんぐらいのさ、3センチぐらいの、2、3センチ、あ、5センチぐらいか。のさ、なんか USB のやつ買ったんですよ。ね。刺すだけでできるとかって書いてあって。で、2000円ぐらいで買ったんです。でね。さてと。さて、刺しました。まあ、刺すだけでできるとか書いてあったけど、まあ、どうせできないだろうと思ったけどね。まあ、確かにできなかったんですけど、いろいろやってね。いろいろやったんですよ。本当に。でも結局できなかったんです。で、サポートにじゃあ仕方ない電話するかと。はい、電話しようとしました。なんだっけな、まあ、とりあえずフリーダイヤルじゃなかったんですよ。でね、電話したところ、なんだっけな、すげえ値段がかかるやつ。30秒で、
なんだっけ、なんかあるでしょ、そういったやつ。なんか050だっけ、050のナビダイヤルでそう、ナビダイヤルでおつなぎしますってやつ。知ってる？まあ多分結構知ってる人いると思うけど、ナビダイヤルでおつなぎしますとか言うやつね。電話してトゥルルってやると、ナビダイヤルでおつなぎしますとかいうコールが聞こえるんですよ。それです。それでですね。ね、何秒に何十円と飛んでいく状況でですね、何度も電話して、で、これな、やったらどうですか？これやったらどうですか？みたいな感じで、いろいろ言われてね、もうやったんですよ。でも最終的にね、通話料3000円ぐらいかけて、ね、かかってんですよ。こっち。そんで、なんと、結局そいつからその回答が、最終的な回答が、故障かもしれませんので、こちらに返送してください。かっこ、しかも、送料はあなた負担です。ね。本体が2000円で買ったやつですよ。それで送料、じゃあ、そもそも通話料だけ3000円かかり、で、最終的に、俺、さらに言うと、それを送ったんですよ。ああ。故障かもしれませんので、とか言ったから、送ったんですよ。ね。はい、無駄。送って、故障かもしれませんから、つって送って、俺の送料負担して送って、で、また、帰ってきて、はい、新しいのと交換されました、って言って帰ってきて、結局できねえでやんの。マジぶっ殺すぞ、このクソと。ね。もう、クソすぎて、もうね、なんか、もうね、あまりにもクソすぎて、もう、あ、この企業はもう完璧にクソだなと。俺の中でもう、インプットっていうか、もうそう思ったんですよ。でね、これで、で、逆にですよ、俺がブチ切れてね、もう一回そのクソ野郎に電話して、ね、まあ、本当に俺だったらやりかねない、ね、クレームをブワーッと言いつけようと思ったんです。だがしかし、よくよく考えると、そのクレームをつけるのにも実は金がかかると。結局のところ。050のナビダイヤル。で、しかもナビダイヤルっていうのがね、それがね、すごい違法じゃないんだけど、わかんないけど、すごいんですよ、そのナビダイヤルっていうのが。いわゆる無料通話って、あるでしょ？携帯でさ、無料通話分、引かれると思いがちですけど、ナビダイヤルはなんと無料通話、聞きません。俺ね、普段だったら、無料通話5000円分ぐらい余ってっから、普通に通話だったら全然問題ないですけど、全然通話しませんから。無料通話が溜まって溜まって、もう全然問題ないんですけど、なんとそいつは、無料通話無視で、ダイレクトにかかってくるんですよ。ひどいでしょ？さすがに。とにかく、ひどいです。とにかくひどいです。とにかくひどい。なんか今思い出して、
イライラしてきた。少なくともちょっと、イライラしてきたから、ちょっと、アマゾンですよ。ググろうかな。その商品。もうどんなんだったか忘れたな。でもな。どうだったっけな。でも、まあ。まあ、いわゆる有名なところではなかったと思うんですけど。うん。少なくともね。でね、まあ、とりあえず分かったこととして、Wi-Fi の、無線の、まあ、いわゆるアクセスポイント。これはね、本当に、いわゆるルーターの形した、大きめのやつを買った方が絶対いいです。うん。これぐらいのさ、3センチか4センチぐらいのさ、やつあるじゃん。あれでなんか、うんちゃらかんちゃら、無線、Wi-Fi できます、みたいな。あれできないです、絶対。むしろあれもう、できたとしても通信速度が多分、おじゃんのクソすぎて、もう接続しても、切断したり、接続したり、切断したりみたいな感じのやつだと思いますよ。とにかく。うん、あ、これだか。違うな。確かプラネックスだったと思う、俺が思うに。メーカー。メーカープラネックスだったもんな、これな。これはもうクソすぎるよ。うん。プラネックスはクソ。ものすごいクソ、これは。はっきり言って。ひどいですよ。プラネックス。コミュニケーションです。これはひどい。はっきり言って。俺が買ったやつはまあもう現行では残ってない、現行品ではないと思うけど。うん。うん。まあ、プラネックスはクソですね。はっきり言って。これほどクソなのなかなか見たことがない。まあ事実このプラネックスでね、いいですか？プラネックスのホームページ行ってください。で、サポートね、いわゆる電話でやりますみたいな感じで行くわけでしょ。電話で連絡しようかなと思って、ここのサイト行って、いろいろ見ますよね。で、問い合わせ。お問い合わせ。専用メールフォームからのお問い合わせ。だけです。あれ、で、電話は？ででーんですよ。メールでしか、サポート対応してねえ。な。これおかしくねえか。さすがに。で、
仕方ない。じゃあ本社に電話するかと。あれ？本社の電話番号は？あれ？あれ？あれ？え？え？ちょっと、え？会社概要を、会社プロフィールにも書いてない。現住所は書いてあるけど、あと、電話番号書いてない。ん？っていう。これです。これおかしくね？ちょっと。さすがに。さすがにおかしくね？これおかしくねえか。仕方ね、プラネックスでググって電話番号でググれば多分出てくると思うけど。電話番。でね、それでググったら、プラネックス電話番号で今ググりましたけど、なんと価格 .com に有力な情報がありました。うん。プラネックスのサポート対応方針は顧客無視。というふうに書いてあり、電話をしてもですね、ただいま電話が大変混雑しております。という自動応答音声が流れ、1、2分で一方的に電話を切られてしまうと。プラネックスのサポート以外、のつながる電話番号を知りたいんですが、どこを調べればいいんでしょうか？と書いてあります。これはちょっとね、おかしくねって。まあでも少なくともな、ホームページにせめてちょっとなあ、まあどうなのか知らないけど、買ってその買ったところに多分俺電話したから、買ってその説明書とかに多分、ね、おそらく、サポートの電話番号は書いてあったとは思うんですけど。ね。どうなのかよくわからないですね。でもサントリーはそういう意味でちょっと今、見直しましたね。案外。しっかり問い合わせのやつフリーダイヤルで用意してるっていうのは非常に、ね。まあ、少なくともちょっとプラネックスはクソすぎてマジ、死ね。うん。死ねは間違いないです。確か050だったかな？ナビダイヤルっていうのがあって、050だか忘れました。ナビダイヤル。関係ない話になりますけど。ナビダイヤル。あ、0570だ。0570から始まる、うんちゃらかんちゃらのやつですね。
ナビダイヤル。これすごいですよ、これ。なんでそんなさ、無料通話、せっかくさ、お前無料通話っていうのがあるわけじゃん。なのに、無料通話が余ってても、無料通話が使えないって、わけが、意味が、一体これを作ったのは誰なんだと。ふざけんなよ。うん。まあね、そういうことですよ。まああまり気をつけた方がいいです、そういうの。ね、関係ないですけどね、気をつけた方がいいですよ。続関係ないけどね。これ結構前のやつだよな、これ。ペプシネックス。俺結構ゾックとかズゴックとか好きなんですよ。ゾック。いわゆる水陸両用系。いや、水で、動く、なんか、モビルスーツ。ね。これちなみに、賞味期限が2013年の3月14日だから、もう、1年以上過ぎてるという。ね、ゾック。おー、ゾックじゃん、と思って。なんかこのかっこいいんだよな。なんか俺かっこいいんだよな。ズゴックとかゾックとか。それ系のさ。ね、だから俺、ちょっと買ったんですけど。ゾック。これかっこいいですよね。ゾックね。ものすごく関係ないけど。いや、ゾックはかっこいいと思うよ。正直。そしてこのメッツコーラ。こちらもですね。これなんで俺こんな買ったんだか忘れたけど。2013年の4月8日。賞味期限。これいい加減飲まねえとやべえな。いい加減ってかもうすでにやべえんだけど。もう飲まねえとやべえとかいうレベルじゃない。もうすでにやばい。これなんでこんなにこれコーラ、しかもペプシ系とかゼロ系を買ったかというとですね、なんでこんな残ってるかというと俺凝り性なんですよ。でね、凝り性なんだけど飽き性なんですよ。で、うわ、まあ、いわゆる、酒関連なんですけど、マリブ、あるでしょ？マリブってお酒。あれに合うコーラはどれなのかって思って、コーラ系のやついろいろ買ってですね。いろいろ飲んでたんですけど、途中でですね、マリブがなくなり、で、あ、なくなった。でもコーラ余ってる、みたいな。状況に陥り、そのまま風化していったという。そのまま風化していったというね。うん。でもやっぱズゴックがかっこいいな。
すごくかっこいいわ、やっぱり。俺、ガンダムそんな詳しくないですけど、俺、結構マニアックで、ガンダムに関して言うと、ギャンとか好きですね。ギャンとか。ゾック、ズゴック、ギャン、と、あと、あれなんだっけ。ギャンと、あとなんだっけな、あれ。あ、あれあれあれ、ビグザム。ゾック、ズゴック、ギャンにビグザム。あたりが大好きですね。で、あとね、なんだったっけな、あ、超有名なゲルググ。ゲルググ超好きですね。ゲルググあたり超っていうか、もうゲルググも大好き。うん。もうみんなあれですね。いわゆるジオン系列の、なんだっけ。ジーク・ジオンの、あれですね。敵側の。うん。モビルスーツですけども。まあ俺あんまり、ガンダムは詳しくないけど、まあ俺は、まあ一応ゲームではちょっと、いろいろやったことはまああるけど、そんぐらいしか知らないですけどね。でも、そこら辺好きですね。なんでなんだろうね。なんでなんだろうって言っても、しょうがないですけど。うん。ズゴックとゴッグって、どっちが強いんだろう。ズゴック。どっちが強いかよくわからない。どうなんですかね。ゴッグ強いよな。ゴッグの方が弱そうなイメージあるけど。強いんですかね。さすがゴッグだ。なんともないぜ。みたいな。超名台詞があります。ん？違う、ゴッグじゃない。ズゴッグじゃなくて、ゾックだった。俺がさっき言ったの、ゾックだ。間違えた。誰だこいつと思った。ゴッグはあんま嫌いだぞ、これ。これもあれか、それ系のやつか。汚ね色してんな。うんこ色してんじゃん。かっこ悪い、これ。ゾックだよ、ゾック。ゾック、ゾック。ゾックかっこいいよな。ゾック。ゾックかっこいいな、やっぱな。なんか、デブーンとしてるけど。うん、でもやっぱビグザムには勝てんわ。いや、ビグザムは強いよ。ビグザムは。無駄になんか無駄なデカさがいいよね。ビグザム。で、あとね、好きなモビルスーツはね、あとなんだっけな。あれ、なんだっけ。シャアのクワトロか、クワトロバジーナの、乗った、
一つ目のね、忘れたな。基本的に俺一つ目は結構好きですね。一つ目系列。まあ一つ目。まあ、一つ目のクワトロが乗ったね、なんだっけな。クワトロが乗った、バズーカ砲が有名な。百式も好きだけど、まああんまり好きじゃないね。百式はそんなに好きじゃないですけどね。なんだっけ？あ、これ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 。リック・ディアス。これかっこいいんだよな。リック・ディアスよう使っとったわ。リック・ディアス。百式よか好きですね。リック・ディアス。これが好きなんですよ。ビッグディアス。いわゆるほら、G ジェネレーション F でね、よく使ってましたよ。ビッグディアス。クワトロバジーナの。ねえ。あとなんかクワトロが使ってたのなんか好きだった気がするけど。どうだったかな？忘れた。まあ、なんかちょっと、自分でもわかるけど、なんかおかしいですね。基本的にあんまり目立つ、なんか、ゼータガンダムとか、そっち系の主役系はあんまり好きじゃない。あんまり。あんまりね。もう。うん。まあでも、まあでも俺、小学生の時の話ですけど、実は俺、ゲームクラブじゃねえや。なんだっけ。忘れたけど、なんか、プラモデルを作るクラブに入ってて、それで、関係ないけど、普通のガンダム作ってました。ガンダム。懐かしいな。あれ、たっけんだよ、あの、プラモデル。いくらしたっけな、あれな。2,000〜3,000円したんじゃ、ちゃうかった。あ、一個。でっかい。128分の1スケールの、だったかな。だか、ぐらいのやつね。あれ、たっけん、2,000〜3,000円するんじゃなかった。2,000円ぐらいするんじゃなかったかな？少なくともな。うん。確か小学生の頃、作ってましたね。うん。まあ、懐かしい話ですよ。うん、ということで、全く関係ない話になったけども、今日が3月の20日。いや、やっかよ。やっと冬終わるわ。今日だいぶ暖かかったもんな。コク。コクなんてあるわけねえだろ、この。
コク甘みなし。香り普通。おすすめ度はこれは一つ星。いや、一つ星はさすがにちょっとやりすぎか。まあ、せいぜい二つ星だな。まあ、三つ星以下はもう絶対買わないから、俺。二度と買わないレベルだから。まあ、大してどうでもいいんだけど。はい。2232です。ね、お疲れ様でした。